オニアさんはあれっすね、言葉回しが独特っすよね。そうですか。はい、なんかこう独特な言葉を使います。だってなんか新しいパーティー来た時に、あ、新規来た新規。いや、なんかそれで伝わりにくかったら申し訳ないです。はい、全然いや面白いな。いや、あのなんか普通に雑談の時ですね、特に。あのやってる時はプレイの時は全然。はい、あ、すみません、なんか、はい、いやいやいや、なんかすみません、なんかたまにでもなんかそれよくそのプライベートで会ったりすると、はい、話しにくいとはやっぱ言われたりしますね。急で言ってくるんや。話しにくいって言われるんですか。なんか壺売ってこられそうみたいなこと言われて、あ、壺は売らないですけどって言いながらあー、なるほど。なるべくなるべく心がけてはいるんですけど、それだけね、やっぱ言葉を巧みに使い分けてるってことだからね。いや、なんでだろう、まあ、語彙力の賜物っすよね、やっぱそこは。いや、よくないんですよね、それなんか僕の話せてるのか。それで連携とかに支障した時はうんってなっちゃいけないじゃないですか、あのフレーム単位。ああ、はいはい、まあ、でもフレーム単位でもゲームやってる時はそんな気にならないですけどね、普通にプレイしてる時は。俺はなんかやっぱ、ね、別派来た時のこの新規来た新規がすごいです。俺そんな言ってないだけです、なくないですか。いや、言ってる言ってる言ってる新規来た新規って、まあ、ちなみに言ってましたね、新規は。新規は言ってました、ね、それすごい好きで。でもすぐ終わった、そのあの新しいパーティー来たってことですよね、多分、うんうん、そこで新規イコール新しいパーティーだともうベッチベッチのが本当はいいんですよね。いや、まあでもスッと入ってきましたよ、新規も。スッと僕も入ってきた。いや、なるべく。いや、これ教育の弊害だな、現代教育。いや、俺が言ってんのは今みたいなところっすね。そう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 、あのがすごい独特でいいなっていう。